Get out of there. Get out.はい、ジャングルにようこそ。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 はい、来た。はい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 。はそうやな、そうしよう。うん、やめでしょ。Put on your clothes. Put on your clothes. Keep up with it.Everything's eggplant or fish? I see fish. これナスビ食べちゃう。あ、なんかある。おる。ナスビ。あの、海活のみたいな。あの、カラカラって名前やけど。あ
並んでんだ。あの子なんか誰か知り合いだった。お母さんシオやね、シオ、ソルト怖いピーマンほんまに嫌いな、うまいじゃん。マスミ結構いっとったね、意外と。マスミやれ、ゴールデンウィークうまだ、いけるやろ。ピーマンっぽくないやろ。うまいの。うまいの。あと肉料理の朝日肉ガーリックチップス一本漬け、はい、生ください。生以上で、以上でお待ちください。What are you still doing? 誰をしよう？塩、もうポン酢。あー、ポン酢。俺は焼き鳥食うわ。塩酢。塩酢でいい。ありました。なんかついてないこれ。粒がありました。粒がありました。垂れた塩です。誰はい、そのさ、牛もん大盛りのさ、このコロトウインナーをどうにかできへんか。どうにかできへんか。大盛りのコロトウインナーをどうにかしてなんか違うの。さあ、こっちはどうぞ。ケチャップとマヨネーズ混ぜたらオーロラソースって言うの。あ、そうなの。If you mix up ketchup with a mayonnaise, that name オーロラソース。あー、わかった。In the oral sex。オーラルセックスどうぞ。ありがとう。一番嬉しそうや。え？二人とも。まあけどな。カズキ先行ってくれ。二人とも。まあ。いいプリプリさけど。これ絶対やか。絶対やめてください。いけるよ。チャンスよ。これは絶対チャンス。まあ確かに他に比べるとのところも。You're a monster. 若干臭いわ。好きな。進行で。絶対まずいよ。今の顔。あの前のはこの味。知らんけ。いや。教えだって。ペラチオ。そらちゃうやろ。え？リグ、うん、リコ東京って店とか、さくらって店なんだけど、これ中華料理やばいな。で、ね、中華で中国人、日本人。めっちゃカフェバリあるやん。もうもうもう
まあ、おめえやろ。ウーマンのこと全部なのよ。何も考えてないの。あそこ安定ちゃん。おー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 おお。なんちゃらこうちゃらどうちゃら、なんちゃら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 ポミー。やめとけ。はい。危ない、これ。めっちゃ忙しい。これ無理じゃん。無理じゃん。最初上げる。最初上げる。じゃんけん、はい。はい、これ、どう。はい。で、勝てん、勝てん。ほぼ成長から。じゃんけん、はい。負けたらテキーラな。あったじゃんの、これ。負けたらテキーラな。お絶対な。あれこれ、線なくなってない？これは。崩したらテキーラ。負けたら絶対テキーラ。崩したら。おまき。ようできた。おまき。おこら大島。大島。おはよう。なんかりょうと。なあ。おこらお前。なんだそれ。それなんだ。できないありがとう。それなんだ。これ手術救急室の大きな声だ。お前それはこれだ。もうこいつ舐めてる。悲しかった。こいつ舐めてる。これ。運転してるから、それは俺は受け取られへん。あ、なんか思い出にしとけ。絶対思い出にしとけ。そうそう、いつけベベでいい、いつけせー、余裕やな、お前負けたらお前テキーラ飲めよ。オーケー。え、何ゼロはゼロは俺とか余裕で今日強い。イエーイ。イチのトイプに取った時点で強いから絶対な。次、いっちゃんか。アイドル書いていいですか。あ、いける。絶対無理。それに関しては絶対無理。おお、そう、そこ見てんの。おお、おめでとうございます。マジで。え、マジで。あ、これ好き。余裕じゃない。この時が一番好き。全部。全員好き。ああ。ああ。ちょっと待って。あざー。かわいい。え？いいよ。この前東京行ったのに俺せっかく。だって結婚式一式人じゃない。一式。うん。あと帰る。今から帰るわ。え？あわるきます。だったの。あわる。なんか安くないです。これでいい？おお。逆にこのど真ん中だよ。めっちゃ今日一瞬でバッティーだもん。この格好で何も持たずに帰ってきた。そうなぁ。これけどこのグループのもう一曲あるな。もう一曲だ。さっきおばあちゃんがなんか最近こんな子猫飼いなくて人気そうそう、それは遊びに行く。弟なんか猫アレルギーやどうしたい。誰の肌だ。水くんやばい。ネタにすんなよ。髪の毛やめてやめてやめれや。それだってあんま言わん。そう、ありがとう。とりあえず一緒に明日おつや。そう、こいつでまだだ。いやでも写真ではリズムが一番情報欲しかったな。どうせこれ悪いな。見せよ今日なんすよ。え、ミニどうする。切る。今日乗ったわ。あとで言おう。切るに電話かかってるのおかしいな。あー、いいな。この部屋でやるよ。このままおひや。そんな距離なの？パーンって。氷なしで俺。気づいた。酒気をつけて。酒気をつけて。一。え、なんかでかなってない？器。もうそんな。器でかなってない？え、生地。ちゃうってやった。お前、こんなんでも寝ないか。もっとなんか湿気。湿気。さっき行く前に帰ってこなくて。試合の時で。ビール63秒。ちょっと、これや。いつき、今から急いで、カズキにテキーラあげたって、パンパンな。もう、あの、3倍ぐらいでいったって。やられた。怖いかった。マジで。リュウと残って、いいへんやろ。あれ誰なんだよ。うち行くのよ。Thank you.
やってやって、何かわかんない、やってワンさん、それはカズキの祝い酒、ただカズキの笑顔が見たいだけ。マラさん開けた方がええんちゃうか。今のは良かったけど、うまかったわ普通に。チャンスだよ。ちょっと待ってな。あ、これまた。マッサン貸せよ。マッサン、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 シャンパンの味は。テキーラ、リョートにテキーラ。俺一回これ出してみたかった。あ、ごめん、下見えへんかった。ごめんやな。あんたが買うやろ、これ。これ俺の。ななちゃん。いや、こういう塩梅で。ほら、もうこれいった方が良かった。テキーラ、キュイラ、クライモン3シリーズ。もうこれはカズキにタクソだ。もうピンクばっかりやったらあれやから、白で買うじゃん。 OK、ダウンタウンフリーあるらしいで。行きたいって、行きたい、ダウンタウン行きたい。俺充電ないねんな。してないよ。あ、充電できるもん。
会話か。あ、負ける？テンタかよ。おしっこしに行けるから。ピー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 行ける。それなの。ガンズはもうガンズもう。ビデオ。あ、おっきくしっこし。しに行けたか。Mindy. Eh? You gonna hold my PC in our phone, you know? Hold your PC? Yeah, I'll be PC there. Okay, so I'm looking kind of like a mess, so you're not gonna see all my face. So I was pissed because, okay, first when we went to eat, we went by bicycle because it was super duper close to home. So after that, we all went out to have some drinks at his friend's bar. And then after that, they wanted to go parties. I was like, okay, fine. So after the party, now, as you guys saw, it was very early in the morning. And let me remind you, we went there with his friend, but his friend never stayed to party. His friend went home. So none of us have a car to drive home. So they were trying to call taxis or something like that to get home. I thought they wanted to go home. I thought they wanted to go home. But I was like trying to ask him, what are we doing? Like, what's going on? What are we doing? He's not like answering me and stuff. Like, he's not telling me clearly what we're doing. So we had to walk like almost 20 minutes to get to this food place. I was so mad because like I was in heels and stuff. And then I didn't even eat. I was so sleepy and moody. So when the taxi finally came, we were both sleeping. The guy who served my husband food, he woke us up to let us know that the taxi was there. So when we were in the taxi, I realized that the car ride was a little long, and when we arrived to the place, we went back to the bar.
at this point, it was like 8 in the morning or something like that. They still wanted to play around and drink and stuff. And I was cussing him out, telling him, yo, I want to go to sleep. I want to go home. I'm tired. I'm moody. I'm pissed off. You know how I can get. Let me go home. He was ignoring me and stuff. And I sat there for like 15, like about 15 minutes or so, trying to wait for him so we can leave. And I just got upset. I got up and I left. His friends tried to stop me, but I just kept walking. I don't care if anybody wants to call it disrespectful, but just put yourself in my shoes. Like, you're moody, your feet hurt, you want to sleep, you're asking questions, you're not being answered. And yeah, that's just all that happened. And I walked all the way home. It was almost an hour walk. I'm not exaggerating. The bar was about an hour away from home. I had enough battery left and I used the map to go home. It was on one straight road though, so if my battery died, it wouldn't matter because like it was super easy to get home. But yeah, that's why I was pissed. And yeah, so thank you guys so much for watching this vlog, and I'll see you in the next one. Bye.